今日は私のお気に入りの大沢商品をご紹介いたします。こちらのぬか漬けの素です。このぬか漬けの素は原材料にこだわりまして、国産の特別栽培米を使っているので、とても安心してお使いいただける一品です。また匂いが少なくて、さらには漬け上がりがとても香ばしく、そして美味しいので、おすすめな、一品なんです。今日はこのぬか漬けの素を使って、ぬか床を作ります。そしてその後に私の季節ごとのおすすめの食材をご紹介してまいります。まず、こちらぬか床の材料です。ぬか漬けの素、そして、沸騰させて、そして、冷ました人肌まで冷ましたお湯、お塩、このお塩はミネラルが含まれた、天然海塩をお使いください。そして旨味をプラスする干し椎茸、昆布、これはお好みでお願いします。あとは防虫防カビ効果のあるこちらの唐辛子、これはすでにこのぬか漬けの素に入っているものなんです。そしてぬかを熟成させるために栄養を与えるお野菜が必要となります。それがこちらの葉野菜、今回はこちら小松菜ですとか、レンコン、人参、大根、いずれもこう切ってこう使わないような切れ端などをご用意ください。それでは早速作ってまいります。まずぬか床の素に、ぬか漬けの素にお塩を入れます。そして混ぜていきます。このように混ぜました。硬さの目安ですが、これはお味噌の硬さぐらいと思ってください。もう少し、適量になりますとこのようにぬか漬けの素が一つにまとまってきます。で、目安がありまして、実際にこう自分で握ってみてご覧になれますでしょうか。ここから指と指の間から、お水がじゅわっと染みる程度を目安としてください。これでぬか床ができました。それではこのように出来上がりましたぬか床を容器に移します。この容器ですが、ぬか床の 1.5 倍のものを目安にご用意ください。ぬかは、毎日のようにかき混ぜますので、あまり容器が小さいと、ね、大切な、ぬか味噌がこぼれてしまいます。なるべく大きなものをご用意ください。このように入りました。そこに鷹の爪、そしてお好みなんですけれども、うまみを加える干し椎茸と昆布も入れていきます。そして、この状態が基本のぬか床の状態になります。で、ここからぬか床を熟成してまいります。熟成の方法は2通りあります。1つ目はこのような、捨て漬け野菜というんですが、この捨て漬け野菜から出る栄養分でぬか床の菌を育てていく方法、そして2つ目は既に熟成してあるぬか床を、お友達ですとか、お母様からいただいてここに入れます。その2通りがあります。で、おすすめはやはり熟成ぬかを、加える方が、こちらのぬか床も早く熟成することができます。今回はこちら捨て漬け野菜を入れています。キャベツなどの葉物がこう、ね、たくさん、いい菌が持たすのに
おすすめなんですけれども、今回は小松菜を入れてみました。で、こちら、捨て漬け野菜が入った状態です。で、次の日から朝晩とできれば2回ほど下から上にこのように返しまして、よくぬか漬けをかき混ぜてください。こちらで1週間から10日で熟成ぬかができます。それでは続きまして、私の季節ごとのおすすめ食材をご紹介いたします。春ですけれども、春夏はタケノコやコボミナルの山菜がおすすめです。夏はキュウリやナスというスタンダードなものに加えまして、ズッキーニですとかプチトマトも美味しく使います。秋はやはり何といってもさつまいもがおすすめです。私も大好きなんですけれども、さつまいもが甘じょっぱく大変美味しく使われます。この他にごぼうですとか大根、そしてレンコンなどのお野菜もとても美味しく使います。変わり漬けといたしましては、春に出てきますさくらんぼ、あとは夏の、バナナですとか、アボカドなどもとても美味しいと思います。秋になりますと柿やリンゴ、そしてブドウなども意外とぬか漬けに合うんです。私は、大豆をたまに煮るんですけども、それを冷まして、そして、漬ける、煮大豆を漬けるのもとても美味しいです。お弁当のおかずにも持っていくことも多いです。よくあるぬか漬けに関するお悩みについてご紹介したいと思います。まず匂いが気になるという方がいらっしゃいます。このぬか漬けの、大沢のぬか漬けのもとは匂いが少ないのが特徴でして、マンションなどの密閉度が高い住居のキッチンに通常普通に置いてあってもあまり匂わないです。なので、また初心者の方にもとても美味しく使えますので、お味的にも気に入っていただけるのではないかと思います。また長期不在の時、かき混ぜることができないというお悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。そのような場合には、冷蔵庫に入れることがおすすめです。でもっと長くなってしまうという場合は、あまりおすすめができないんですけれども、冷凍保存も可能でございます。そして水分がたくさん出てしまった場合のトラブルなんですけれども、2通り解決方法があります。1つ目はキッチンペーパーなどでこう拭き取ってしまう方法、2つ目はこのようにぬか漬けの素を常備しておきまして、そしてそれをこう足してあげてちょうどいい硬さにしてあげる。でその時には 7% 前後のお塩を加えてください。ぬか漬けになってしまった場合ですが、諦めずにこう再生していく方法があります。それはちょっと酸味の強いお料理に、入れていく方法なんですね。例えばサンラータン、そして酢豚などに具材として入れてしまうと、美味しく仕上がります。でぬか漬けというのは旨味もこう入っていきますので、スープなどに入れるとさらに本当に美味しいスープができるようになっています。でまた私はわざと古漬けにしてしまうんですけれども、先ほどご紹介いたしましたフルーツなどを2日3日古漬けにしておきまして、それをライスドリンクですとかお米のドリンクですね、あとは豆乳などとミックスしまして、そして酵素ドリンクとしていただきます。通常酵素ドリンクはお砂糖をたくさん使って発酵させなければいけないんですが、このぬか漬けを使うと、漬けておくだけで酵素ドリンクも簡単に作れるわけなんですね。ぜひこのぬか漬けのもとでぬか漬け生活を続けてください。